こんにちはセイクレットグランド企業理念1人間の感性に即した保守的でありながら先進的な乗り味を追求する2質感の高いサスペンションを提供しお客様の人生に高い充足感満足感を得られるよう努める3お客様の得る充足感と 同室の感覚を従業員も感じ取り、より高い質感を求め、次の仕事に従事する。4. 世界を牽引する乗り味を常に模索し、作り出す。今回は当社の企業理念を説明いたします。これまでにも二輪において、高性能車、高価格者は存在しました。しかし、高級車はありませんでした。四輪の世界では、それが具現化しています。 高い所有欲、質感の高い乗り味。人間の感性に即したハンドリング。アクセルペダル1ミリの動きにもリニアに反応するエンジン。ロック寸前のタイヤを電子制御なしでコントロール可能な高い操作性を持つタイヤを含むブレーキシステム。それらを根本から支えるフレーム。二輪においてもそれらの要素を高水準でバランスした車両をお客様に提供していきたい。それが 当社の抱える強い欲求です。前日の車両を作り出すのに大切なのは人間の感性です。当社は数多くのバイクや車のサスペンションセッティングを行ってきましたその中でつかんだ乗り物の本質それは人間が主役という簡単な事実です精緻なサスペンションの作り込みにより自然に 普通に感じる車両の動きを作り出します。このサスペンションの作り込みとは高次元への探求とまるで同じですある種の問題に固執することでその奥にある大きく開けた世界にシフトすることができますある収束した一点を通り過ぎると先にはこれまでよりも広大な世界が眼前に現れその広い世界で新たな一点に照準を合わせそこに向かい さらなる工事を目指すのがサスペンションシステムの探求です。具体的に説明します。ショックはスプリングとダンパーの複合物です。スプリングとダンパー、両所のバランスを極めていくと、どうしても機械的な要素に阻まれ、実現できない動きが出てきます。その障害を排除するため、部品の組み合わせ、表面処理の向上、組み立て作業の高度化を図り、一段高いレベルのショックにたどり着く、 しかしそれは新たな障害を顕著にしまたすべての要素を再構築するのですこれを繰り返していくといつの間にか出発点とは大きく変わった愛車が目の前に姿を現しますこれからも現状に満足せず好意の質感を持つ車両をお客様に届けられるよう日々研鑽を重ねてまいりますいかがでしたでしょうか当社は「面白い」をコンセプトとして仕事を行っております 私たちの考えを多くの皆様に知っていただくため他にも動画を配信していますのでよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。